武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の医学部医学科の英語について話していきたいと思います。英語ですが、時間が110分で大問が4題、出題されており、3題が読解問題、1題が英作文の自由英作文の問題となっております。でまず読解から、ですが、まあ、選択、の空所補充問題が大問1つで、まあ、内容説明や、極性助英文和訳などの、問題が、まあ、2題という形ですね。で単語数は割と、全体的に、まあ文章のワード数はちょっと多めで、長い文章を読む練習をしておく必要があります。で、文章の、3つのうち1つは、まあまあ、医療系、医師薬系統に関わるテーマも、出ておりますので、まあ、医師薬系の英単語など、それら専門の、単語帳で、まあ、長文がついてるやつですね、まあ、医師薬系の長文に慣れておいた方がいいでしょう。また、まあ、和訳が出ますの で和訳に関してはそこまで、難易度が高いものが出るわけではないので、まあ、英文和訳演習の基礎は必須、余裕があれば中級までやっておく程度で、長文の難易度、に関してですが、基本的にそんなに難しくはないんですが、ただその、長文3題に対して、まあ、全体的に文章が長い、でテーマも割と多岐にわたるっていう面を考えると、まあまあ、そうですね、記述練習という意味で、まあ、センターまで終わっている前提ですけど、マージレベルまでの長文と、国公立標準問題集キャンパス、こちらはしっかりやっておきましょう。まあ、やっておきたい500の代わりにキャンパスをやる、などでいいかとは思います。で余裕があればその、ポレポレと、まあ、英語の長文、総計レベルに出てくるようなものですね、まあ、1冊2冊ちょっとやっておいて慣らしておくといいかなと思います。まあ、なくても読めないことはないんですが、まあ、読む速さ、そして正確に読み取るってことを考えると、まあやっておくと楽になるかなと思います。はい、で英作文についてですが、こちら自由英作文なんですが、まあ、ワード数90から100ワード程度ですね。で内容としては医療系のテーマが関わるものも出てきたりしておりますので、まあ、なので医師薬系の英単語、まあ、長文のために使っているのがメインですが、まあ、こちらもしっかり、英作文のためにもやっておいた方が多いでしょう。で英作文そのものの書き方の対策に関しては、まあ、通常通りの英作文ハイパートレーニングの和文英訳編と自由英作文編、こちらをこなしておけば十分かとは思います。以上が英語の勉強となります。